こちら秋田のスターティングメンバー、ゴールキーパー田中雄大、そして最終ライン今日は右サイドバック高田を予想しています。そして千田海と池田樹と小柳達志、ボランチは藤山と稲葉、右サイドハーフ中村、左サイドハーフ茂、そしてツートップは斉藤慶太と青木翔太です。リザーブのメンバーはご覧の通り。そしてこちら町田の予想フォーメーションです。ゴールキーパー福井、3バック岡野、菅沼、高橋、ボランチには高江と長谷川、右ワイド太田、そして左ワイド尾長、ワントップ中島、ツーシャドウに平戸と山口を予想しています。リザーブのメンバーご覧の通りです。その高田、中村絡んでいって高田から茂、茂一度下げてこの位置から狙っていきましたが、これはどっちですか。得点認められました。秋田先制。中村から最後池田ですね。そうですね、まあ、素晴らしいクロスですよね、まあ、中の斉藤慶太選手を含めての準備しながらですけど、まずこのクロスの質ですよね、はい、まあ、インステップとインフロントの間でかけたようなスピードのクロス、まあ、それにこのセットプレーで残っていた池田選手がうまく絡んでいくと、まあ、この中村ゾーンと言われるこのエリアからのクロスの質と、まあ、ラインを出たかなと思いましたけども、しっかりそれを、ね、カバーしたところと、まあ、池田選手もよく反応しましたし、はい、まあ、秋田として狙い通りの、ね、前半の立ち上がり、この時間帯での先制というところで非常に素晴らしいゴールになりましたね。はい、最後池田もよく残していました。周りを見ます。さあ中通してきて長谷川のところですけれども、まだボール町田、さあここ落としたところシュートいきますが、枠は捉えることはできませんでした。両サイド幅を使った攻撃、町田出てきましたね、はい、まあ、サイドバックからサイドバック、まあ、岡野選手の動き出しと、ね、上がりのタイミングが良かったですし、まあ、それにうまく高井選手反応しましたけど、競り合い青木、そして中村から青木剥がして中村のクロス、ヘディングはミートせず斉藤慶太です。完璧なクロスでしたね。はい、ご覧いただきます。まあ、この速さと落ちるところの質ですよね。さあドゥドゥが絡んでいって前向きの矢印を作っているのは町田。さあ太田です。太田仕掛けていく、シュートに来ました。さあまだある平川、ここのところは田中が防いでいます。積極的な仕掛け、シュートまでつなげましたが、田中雄大が立ちはだかりました。いや素晴らしい仕掛けでしたね。はい、尾長、平戸、高江です。人数をかけて攻めていっている。さあ平川ここ倒れていますが、ホイッスルはない。かなり精神ビートアップしています。まあ、このワンタッチの続いているところのシーン素晴らしかったですね、はい、まあ、この入り方も本当に良かったですし、あ、これは PK になりましたか、うん、まあ、副審の方が見ていて旗を上げてましたので、はい、まあ、そのコミュニケーションのところで、まあ、足にも当たってましたから、はい、まあ、このファールは妥当だったのかなという印象ですね。そうですね、今 PK、 町田はその同点のチャンスと間合いを取って ここは決めました。ペナルティーキックしっかりと決めて町田同点。後半追いつきました。マイナスのボール入れてきました。ここから長谷川、しかしパッチング、ナイスキーパー田中雄大。田中雄大集中しましたね。そうですね、まあ、このこぼれ球に長谷川選手も、ね、いち早く反応しましたし、まあ、少しこう秋田の選手下げて稲葉、田中雄大のロングフィード、中村のところ狙って体入れ替えて中村、グラウンダーのクロス、まだボール秋田です。
高田突破を仕掛けますが太田のところ残して中村最後流し込んだのは吉田ゆぶき秋田勝ち越し残して最後吉田ゆぶき落ち着いて仕留めました。そして中村のクロスも見事。いやここよくね何度も粘りましたね。一度はねこう返されるんですけど青木選手のキープと内山も準備をしています。直接狙ってくるか中村が行きました。正面です。前線変えていってここチョンテセ絡んでいってボールを落とす。さあ前縦に送ってドゥ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 シュート来た。しかし止めていきます。ゴールキックの判定にはなっていますが、まあ、このね浮いたボールの処理はね非常に素晴らしかったですよね。先に触ることによって相手をねあえてこう外せることもできましたし、はい、その後のねワンタッチも素晴らしかったですけどね。さあ目安の5分を経過しました。町田長いボールチョンテセのところ使ってホイッスルが鳴りました。試合終了。ブラウブリッツ秋田ホームでは5月8日以来140日ぶりのホームでの白星です。今季12勝目を挙げて勝ち点46に伸ばしました。